映画、コムニュース、隕石は、ヘイというギブの一サレート、ゲットアウト、蜘蛛の巣を払う、女のラキース・スタンフィールドが、ベイユニバーサル・ピクチャーズのロマンス映画、ザ・フォトグラフ、現代に主演することが分かった。ベイデッドラインによれば、エブリシングのステラ・メギーが、脚本、監督を務める本作は、過去と現在が交錯する、ラブストーリーだという。メギーと主演のレイが、制作総指揮を務め、ストレートアウタ、コンプトンのウィリアム・パッカーがプロデュースを手掛ける。レイは、ユニバーサルの主演コメディ映画、リトル、現代が4月12日から、全米公開。スタンフィールドは、ダニエル・クレイグ、クリス・エヴァンス、トニ・コレット、マイケル・シャノンらと共演するライアン・ジョンソン監督のミステリー、ナイブス・アウト、現代が11月27日から全米公開される。